杉浦先生の講義では、世界と教室をつなぐ学びのデザインという授業名で。教育とデザインをテーマにお話しいただきます。それでは、早速杉浦先生、よろしくお願いします。はい、えー、皆さん、こんばんは。こんばんは。ええー、と、インスパイハイの代表の杉浦と申します。えっ、ー、と、今日は。 あの「世界と教室をつなぐ学びのデザイン」というタイトルで、えー、っとお話できればなと思うんですけど、まあ、せっかくこうたまびさんの、えー、っとデザインハイスクールだっていうことなのであのちょっとデザインにこうなんかこう引っかかったらいいなと思うんですけど多分実際ほとんど教育の話になるんじゃないかなと思うのであの、まあ、最後ちょっとデザインのお話もできたらなとは思うんですけど。 えっとまあちょっと教育も何にも興味ないなってなっちゃったらもしかしたら難しいかもしれませんがあの楽しくあの皆さんと一緒に学べればなというふうに思っておりますでえっ、ー、と終わった後あの質疑なんかもあのぜひさせていただければと思うのでちょっと私の話はそこそこにえっ、ー、と50分ぐらいですかねはいお話しさせていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。 はいえー、とで今回あのこの「学びのデザイン」ということで私登壇させていただくんですけどあのそこにあの来る時にいろいろ他に出られる方のやつ見たんですけど本当にあのそうそうたる方々がいらっしゃってあの私に関してはお前誰やねんみたいなところはあると思いますのであのまずはちょっと簡単に自己紹介から始めさせていただきたいと思います。えーとですね、82年に東京で生まれまして大学の在学中にですね親羅っていう 会社を創業いたたししましたでこの会社はですねあの人に変化を世界に想像力をっていうのをミッションにしていて「えー、とシン・ラ・ネット」っていうですねあのカルチャーメディア文化芸術を扱うメディアっていうのをですね、えー、とそれこそ二十歳の頃に始めたんで20年以上にちょうど20年ですね今年あの始めているとあやっているという形です。であのその後にあまに、あ、それと同時進行でですね あのいろんなデザインのそれこそ仕事とかもしたりするようになり、まあ、観光庁とか自治体とか大手企業の、まあ、ブランディングマーケティングデザイン、えー、そういったお仕事をさせていただいております。で私自身はあの、まあ、学生にの時代にその起業をしてるんですけどもあのその当初からですねあの教育いつかやりたいって思っていてでただ20年前はですねあまりこういうあの教育スタートアップみたいなものなんててかそもそもスタートアップみたいなものもなかったんで。あの お金ないし学校作れないしなって思って、まあ、ひとまずメディアの仕事やこういうデザインの仕事を始めてみたと。で倉庫しているうちに2020年になって倉庫ううって20年経ってるんですけどで、まあ、あのいつかいつかっていてらんないなと思って自分の夢であったその教育の事業を作りたいということで親鸞の,の中で新規事業としてこのインスパハイというのを立ち上げまして。でまあ、それが 結構大きくなってきたんでじゃあちょっと分社化するかっつって、えー、っと今両方のこのインスパイハイという会社とシンラという会社の両方の代表を務めさせていただいているというような形です。はい、であのなので今日はこのインスパイハイというこのプロダクトについて、まあ、ご紹介しつつですねあのその教育の世界で今何が起きているのかみたいなことを皆さんとお話ししてなんかこう 湧き上がってくる疑問や問いやなんかこんなことしてみたいとかそういうものがもし出てきたらぜひあの教えてもらいたいなっていうふうに思います。はい。でえー、っとまず第一章っていう感じでえー、っとお話ししていきたいのはあのまあ教育の世界で今何が起きているのかみたいなことをあのお話しできればなと思っています。多分一部あのご存知のこともあるとご存知のこともあるかとは思うんですけどえー、っとお話ししていきます。 はい、えっ、ー、とまずですね教、教育格差っていう問題ですね。あのこれ左側にあるグラフは、えっ、ー、とまあ、約8割がその都市部と地方の教育格差を実感しているっていう話で、まあ結構その地域によって教育の格差っていうのがあるんじゃないかっていうのを示しています。で右側にあるのはその親の学歴と子どもの学歴が強く相関するという話で。 まあここにあるのは、えーとまあ、父親が大卒非大卒であった場合に子がどうなるのかみたいなことをですねでいうと,、えーとまあ、その非常に相関性が高いみたいなことがあると。でまあ前提その別に大学に行くのが全てみたいなことはもうあの2023年においては全く有効ではないと私は思いますけれども、まあ、それでもその機械の平等みたいなところでいうと格差が起きてしまっていると。の上にあの s s d g 4つ目の,その質の高い教育をみんなにっていうのがありますけれどもちょっと斜めに傾けているのはあの質の高い教育っていうのは山ほど出てきていてまあもしかしたらこの,そのレッスンもそうなのかもしれませんがそのえ素晴らしい学校とかっていうのは世界中に日本でももう本当に毎年毎年こんなインターナショナルスクールができたのかとかいろいろあったりするんですよね。ただそれをですねそのみんなにというう意味で言うと、まあ 当たり前なんですけどその素晴らしい教育ができればできるほどそ,の、まあ、それにアクセスできない人たちも生まれてしまうという意味でいうと、まあ、どんどん逆に格差が広がっていってしまっているという状況があります。で、まあ、その格差がまあ広がっているっていうことが影響しているかどうかっていう話はあるんですけど、まあ、これはあの日本財団が出してくださっているデータで世界の18歳がですね、まあ、ここに世界のっていってもここにいるのは9カ国かな。 ののの歳がが、えー、考えてていいいるるること、まあ、国や社会にに対すす意識っていうの6つの質問ああります上に書いてあるで例えばすいませんちょっと見づらいかもしれないんですけど、えー、ともし見づらかったら寄ってきていただいてもあの大丈夫かと思いますがあの例えばこう右から3番目にあるのは自分で国や社会を変えられると思うっていう質問に対して、まあ、日本の18歳は、まあ、18.3%の人しかイエスと答えられなかったみたいなことがあって。 あのまあ、みんながみんな俺は私は国や社会を変えられるぜみたいなことをクラス全員が思っていたらそれはそれでなんかすごいなと思うんでこのインドの83%ってすごいなとか <laughs> 思うんですけどあの、まあ、でもそれってやっぱりすごいパワフルなんだろうなというふうには思うのでやっぱり今の日本っていうのが置かれている状況っていうのはあのちょっとこうあのやっぱり、えー、今日より明日の方が良くなるっていうふうに信じていた。 あの少なくともそれが分かっていた時代とは随分真逆の状態にもなってしまっているんじゃないかというふうに思うわけです。はい、でじゃあ今その高校生がですねその大人をそのどういうふうに捉えているかというところで、まあ、これもちょっとすみません見づらいかもですけどあの高校生がですね大人に対して抱いているイメージっていうので、えー、とこの青でくくっているのがですね上から「大変そう疲れている」えー「楽しくなさそう」 といいいうのがほとんどを占めているみたいな,状況でなんかえとまあ私は大人なので当然もういい年してるんであのまあこの結果だけ見ると悔しいというかあのまあこういうふうに思わせちゃってるんだなっていうふうにこうすごく責任を感じるんですけれどもまあただ自分自身があのこう勉強頑張って大学入って企業入ってっていうパスの中で自分自身も20年後こういうふうになっていくのかもしれないってもし今の。 高校生が思っているとしたらは、まあ、それはすごくあのちょっとと頑張れななないいよなみたいなところがあの思うわけでありますでこれはまずいぞってなって文科省もですねあの戦後初の,あのが、まあ、学習指導要領というのは定期的に変わってるんですけどあのいわゆるどういう教育を施すかっていうことを決めているのが学習指導要領ですが、まあ、それをですねあの戦後最も大きな大改変というのを最近やりまして。 あのこの3つの柱が大事だっていうことを、えー、とおっしゃられましたでえっ、ー、と見づらいかもしれませんがもともと力を入れていたのは左下ですよね何を理解しているか何ができるかって理解技能ってあ知識技能ってありますでまあ詰め込まれてきてるんでまあ私なんかもですけどあの、まあ、こういうところを頑張ってきたわけであります。でそれ以外にですね 3つの柱というんで他に2つ必要だということで上にあるのは学びに向かう力人間性などっていうものと右下には思考力判断力表現力えこういうことも大事だということをおっしゃられて、えーまあ、一気にここでその教育の,その枠組みを変えていかないといけないじゃないかということで、えー、一気にこう頑張っていかれようとしているという状況であります。で ただですね、まあ、文科省さんなんでじゃあ先生よろしくっていうことに最終的にはなるわけなんですけどちょっとこの中にもし先生がいらっしゃったらあれなんですけれどもあの小学校、中学校、高校の先生の働き方についてどのように感じてますかっていうアンケートで、まあ、そのとても忙しいっていうのがですねこの濃い青なんですけど、まあ、みんなめちゃくちゃ忙しいぞと。 あの結構報道もあると思うんですけどもう教育者のなり手が少なくなっちゃってる教職員の方のなり手が少なくなっちゃってるっていう話があってで蓋を開けてみれば本当に半数以上が法令違反レベルで働いてしまっているっていうのが、えー、と今のまあ教育の中での実態だったりします。でまあそれが非常にブラックだというふうにも捉えられますしもちろんあの逆に先生方からすると一生懸命生徒さん児童さんとこう向き合おうと。 するがゆえににそういういいうなっってててしまっていて、まあ、一方で充実して納得してあの残業していらっしゃる方もいるかもしれませんが、まあ、ただ実態としてはやっぱりそういうことになっちゃってるっていうのが結構しんどいとでそんな状況下でこんなその今までやってたものを3分の1にしてもう3分の2くるんかいみたいなもうダブルでトリプルでくるかいみたいなのは、まあ、先生からすると結構やばい状況だというふうになるわけであります。 でなのでそれは何とかしなきゃいけないっていうことになるんですけれどもじゃあ,あの今その教育が今結構なんかちょっと悲観的なことを私今申し上げてきちゃったかもしれませんが、えっと、逆にチャンスになることとか新しい動きっていうのがたくさんできてきていてそのお話もし,したいと思います。はい、でそれがあのこの5つのキーワードなんですけれどもちょっと簡単にあの説明をしますとですね あのまあ知っているワードもあるかもしれませんけどまず左上のこの「総合型選抜」っていうワードなんですけど、えー、と今ですね受験がすすごく変わってきてきいいるという、えー、状況ですあの、まあ、ちょっと最近受験したよみたいな人もいるかもしれないんであの全然驚きないかもしれないんですけどもう私の世代なんかすると結構驚きなのは今の,あの私立大学の受験は。 えと一般選抜と呼ばれるいわゆる学学力でで入学をしていいる人っていうのがすに半分を切っていますで半分以上がですねあの推薦入試とかあとは栄養、えー、入試と呼ばれているもので、えーとまあ、いわゆる基礎学力っていうこと以上にこう何をやってきたかとかあとは、まあ、何が一芸的にできるのかとか、えー、そういったことから、えー、大学選抜が決まっていくと。 でこういうふうに結構受験がガッと変わってくれるとあのじゃあ教,教育の方も詰め込み方じゃなくてもっとこう生徒の主体性を大事にしようとか、まあ、そういうふうな流れになってくるんで、えっと、そこはすごくあのポジティブにあの大きな流れとして我々としては捉えています。でもう一個ギガスクールですねこれはちょっと聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんがあの、まあ、コロナになりまして、まあ、本当に学校大学大変だったと思うんですけれども。 あの、その中でも唯一いいことがあったとすれば、その5年10年かかるって言われていた。学校のオンライン化がそのたった1年で全部あのまあ小中に関してはですね。もう国がお金出すということで、端末と通信環境が一斉に揃ったという状況ができました。で、これもあの私立だったらみんな ipad 持ってるとか、そういう状況でやばいじゃないかってなってたんですけど、一斉に変わったとでなので、その。 まあ先生からするとまた覚えること増えるんかいとかまた何々かいみたいなことあるんですけどうまく使えればこれまでものすごい量のペーパーワークとかそういうのをこうワーッてやってらしたのが例えばもうタブレット一つであの成績管理とか、まあ、そういったことができるようになるとか、まあ、そういうようなことで先生の負担を軽減させるっていうことにも結構一役を買っているのであのそういう意味ではすごく良い流れではということで我々自身もインスパイアハイもこれに乗っからしていただいているという感じです。 あともう一個探究学習っていうのがあってあのこれもちょっと教育に興味がある方であれば知っているワードかもしれませんが、えー、と今総合的な探究の時間っていうのがですね高校では正式に科目として入ることになりましていわゆる教科の学習じゃなくてもう自分で極めたいことを探究して探究して社会に出てって何かやってみてとかっていうことが、えー、と学校の中で必修化されたということがありました。 でえっとまあ、これもですね先生からするとあの、まあ、新しいことを学ばないといけなくなっちゃうんで大変なんですけどまさにじゃあどうしたらいいんだろうということであのそれこそ我々のような外部事業者があのご支援させていただく機会が生まれたということになります。であと次は左下の「ウェルビングですね。これはですね「あのまあウェルビングというワード自体はいろんなところで最近。 聞かかれるな教育でもですね非常に最近言われるようになりあの次期教育基本計画と呼ばれるその次の学習指導要領を作る上での根幹になるその考え方みたいなものが計画が先日発表されたんですが、まあ、その中で、えー、と中心的なコンセプトとして文科省が掲げたのが「えー、日本社会に根ざしたウェルビーング」っていうワードで。 まそれを真ん中のコンセプトに置いて教育のデザインをするんであるっていうことをえおっしゃっております。でも日本社会根付いたみたいなことが枕言葉で入るのはまあ、それはそれでいろんなあのうよ曲折が現れたっぽいんですけど、まあ、いずれにせよこのベルビーイングっていうその生徒、児童本人のその幸福というものを真ん中に置くんであるっていう考え方自体はあのすごく今日的な変化なんじゃないかなと思いまして。 あのまあ、我々含め結構そのそこへきてあの皆さんご存知の通りで、まあ、AI やチャット g p t みたいなものが2022年の12月ですよねチャット g p t ローンチしたのが一気にバッときて教育現場でもまさにあの使われるようにもなっていますしあの、まあ、そもそも我々がこうこれまで、えー いろんなこう問題が出てきてと答えを答えていた答えを答えていたっていうのをずっとテストで繰り返していたわけですけどもう全部答えてもらえばいいじゃんみたいな話になってきたところでじゃあ教育何すりゃいいのみたいな話になった時にいやこれはその答えを見つけるための教育をするんじゃなくて自分で問いを生み出せるようにする教育にしていくんだっていうコンセプトが生まれて。 あのそういう意味でもうあの、まあ、私個人の価値観としてはすごくそれはあの素敵だなと思っているんですけどあの、まあ、そういった AI が来るからこそそういった問いを大事にしていこう答えより問いだっていうふうなトレンドに今なっています。あのそんな感じで、えー、と今の教育で起きていることっていうのは、まあ、悲観的なこともあれば、まあ、これだけすごくポジティブな事象っていうのもあってあのすごく大きな変化を今思そうになってきていると。 いうところであってあの私も思いっきり今この中にいるんですけどめちゃくちゃ楽しいっていうのが、えー、あります。はい、でですねあの次ちょっと第2章っていう感じであの皆さんともちょっと考えていきたいテーマなんですけど、うん、そもそも教育は何のために生まれたのかっていうことをですね、まあ、始めたんでちょっと考えざるを得ないわけですこの問いを、はい。皆さんはどう思われますかねこれは ちょっと考えてみてもらえれば嬉しいんですけどパッと思いつくとかで何か何かしらの共同体があった時に、うん、なんかそれを何というかさらに加速させていくというかすで<あ>にあるノウハウを次の世代に伝えたりだとか新しいノウハウを生み出したりだとかそういうことでまあどうなんでしょう本当に何だろう 国っていうものができる以前だったりとか、うん、国ができた後だとかそういうのでなんか体制体制っていうとなんか言い方 <laughs> あんまりよくないかもしれないけど、はい、そういう人たちがこうどん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 ん自分の勢力を拡大するために最初は生まれたのかなってありがとうございます。もうなんかかこれから 長い時間かけて話そうかなと思ってたことで20秒ぐらいでお話しいただいたような感じがしてすごいあれで、あのまあいろんな答えが多分あると思うんですよね。あのでもその共同体というワードとか、そのそれをこう成長あの反映させるっていうのはすごいその通りだなと思いますし、まあまたはどうなんでしょうね。例えばあの私も子供いますがあのお子さんいらっしゃる方とか、まあその子供やその人に幸せになってもらいたいみたいなところで生まれてきたのではとか、まあいろんな。 考え方がもしかしたらあるかもしれませんがあのちょっとこの絵について皆さんで考えてみたいなと思います今脳内でこう立ち上がってきた自分の,あの考えとぜひ照らし合わせて考えてもらえたらなと思います。そうですねあのまずこれ狩猟採集の時代ですけどじゃあこの時に教育があったかっていうことなんですけど、えっと、これはないですね。 鹿,鹿の狩りの仕方みたいな話を教えてやるとかだったらそれはあったと思うんですけどいわゆる学校教育みたいなものが集団的に学ぶ何かがあったかというと,、えー、とこの時代にはなかったと言われていますね。これはまあ人類がの歴史の長い歴史の中で最も長かったのがこの時代ですけど、まあ、なかったと。で次にその農耕時代みたいなものになっていくわけですけども。 あの農耕時代になると狩猟採集と何が変わるかというと人が定住するように当然なりますねで。人が定住するとそこに社会が生まれるので、えー、とみんなが共同体とか村っていう概念が生まれてくるわけですけどじゃこの時にあったかっていうとまだないとでな,んでないのかっていうとあのもう体がある程度動くようになったりとかしてきたら、えー、ともう子供っていう概念自体がなく 体が動かせるようになれば一緒に農作業をしようっていうことになるわけなんでもう速攻で生産者に変わるわけでありますだから子ども大人っていう概念自体がすごく希薄な時代がここまでは続いてきていると。であのまさにさっき共同体っていう話がありましたけどあの中国は非常にその起源とし教育この学校教育の起源としては言えるっていうふうに言われているようなんですけど。 あのなんで中国でそのこういった学校教育が起こったかっていう話でいうとその中国ってめっそのでかいその領土をその統治するとかそのまとめ上げていくっていうのはものすごいコストもかかるし大変なことなわけですよね。でどうやったらいいのかなってなった時にあの当然そのまあ、えー、言い方はですが優秀な子たちっていうのが いろんな中国全土に散らばっているとした時に、えっと、この学校にもう子どもたち入れてもらってこの人すごいなみたいな子たちができてきたらすごい目をかけてあげてどん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 伸ばしてであの中央に招集するんですよねつまりこう、えっと、政治家になってもらうと。であのまさにさっきおっしゃったようなそのこの中国というその国家という共同体をその維持発展させるために。 えー、人材を登用するという、まあ、そういう仕組みとしてあの学校教育といいううのが、えー、起こったというふうに言われておりますで、まあ、当然その、えーまあ、古代ギリシャからその、まあ、もちろんそのルネッサンスとかそういったところに至るまでそのキリスト教みたいなものも一方であったりするわけなんですけれども例えば西洋でいうと、えー、教育の,そのヒエラルキーとして一番トップにあったのは神学その神の学び。 ですね、神の学びをするっていうことが最もその、まあ、崇高であるというふうにされていた時代の中で、えーとまあ、その宗教権力というものをそれこそ維持発展させるというために、えー、みんなで学んでいくというでまあすごい人たちはまあその神父さんになられたりとかあの、まあ、その勢力を拡大していくみたいな意味でどん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 また、えー、登用されていくというようなものがあったと言われております。 それで、まあ、だいぶ近づいてきますけど、えっと、産業革命でですすよね、えーまあ、1700年代ですか、はい、であの,産業革命の時代になってくるとあのこの辺りで最近の,その教育の土台が生まれてくるんですけど、まあ、あの飛躍的に生産能力が上がっていくんですがその飛躍的に生産能力が上がる下支えには、えー、こういった工場がありましてこうみんなで、えー、この機械をいかに効率よくですね 合わせるるかかミスなくできるか時間通り出勤してきてミスなくできるか問題が起きたら報告して共有してまたそれぞれの作業に戻れるかみたいな、まあ、そういうことをうまくやろうぜっていうことが生まれてきたと。でこの時にその、まあ、今申し上げたとおりいわゆるその近代教育みたいなものの礎ができたっていうふうに言われていてこの写真、まあ、ちょっと,あの、えっとネットに。 あってこの言い表なんですけどめっちゃ怖いですけどあのまあいわゆるその一つの空間の中でみんなが同じことを学んでいくっていうえとそういった仕組みっていうのが作られてきたというふうに言われています。で実はこれがまあ300年経って経つ300年近く経つ今でもえと大きくは変わっていない仕組みとしてあってまあ私もですけども ここにいるおそらくほとんどの皆さんも割とこういう景色の中で教育を受けてきたっていうところなのかなというふうに思います。でまあちょっといろいろとお話ししてきちゃったんですけどまあその教育って何だろうって思った時に私自身はその人が幸福になるすべであるというふうにも思いながらもあの、まあ、歴史的なあの見方をするなら、まあ、社会なりその共同体なりっていうのがその人間に対して行う投資っていうふうに 考えられるわけですまあ当然ながら学校に行ってる間って何の生産活動も社会に対してはしていないのであの、まあ、それが卒業して社会人になると急にこう消費者から生産者に変わるわけですけどそういう意味で言うと,、えー、と社会がまあ義務教育って言われてるぐらいなんで、まあ、ずっとその人間に対して投資をしてるわけなんですよね。で投資をしてそのレバレバッジががどここまで効くかとというところが、えーと い、まあ、いわゆる費用対効果みたいなものがどれだけ高いかとといいううののが教育の効果であるというふうに言われてきたとで結構なんか僕これ冷静にこうやって考えていた時に割と残念な気持ちになりなんかもうちょっと教育って何て言うんですかねあの理想を語っていいことだって僕は思っていたのでなんかあそっか投資かみたいなしかも人間に対する投資かみたいなあのそういうふうに思ったのがあの、まあ、記憶にあるんですけどまあでもこういうふうにその歴史を捉えるっていうのは非常に重要だなというふうに 思っていますであの、まあ、さっき費用対効果って申しましたけど、まあ、結局狩猟最終時代にその、まあ、狩りをするよりもその農耕時代に、まあ、例えば農家でいるよりもとか、まあ、産業革命になって工場で働くよりもとか、まあ、その利益をもたらすと考えられるからこういうふうな教育に変えていこうっていうふうに教育の形自体がどんどん変わってきたというふうに捉えることができるんだなというふうに思います。 でまあ、例えばなんですけどあの、まあ、これはいろんなお考えあるかもしれないんですけどプログラミング教育が大事であるみたいなことが最近言われて皆さんも聞いたことあると思います。まあ、僕もまあ確かに大事かもなとかって思うんですけど、まあ、なんでこれをじゃあその例えば国の方針として出すのかみたいなことで考えた時に例えばプログラミングができる人材が、まあ、いわゆる IT 人材って言われるやつですかね。 が社会にたくさんできればできるほど何が起こるかというとやっぱりその社会に対するその、まあ、社会が受けられる恩恵が増えるわけですよね。あのデジタル人材が増えればその人がより生産的に仕事ができるようになり、えー、高い年収を稼ぎで、まあ、税金が高く納められで国が反映していくみたいな、まあ、そういうことがあると。でまあそれをですね、まあ、そのこの教育っていうその考え方自体にやっぱりその競争性みたいなものを持ち込んだっていうのが。 あのまあ、僕は、うん、もろ手を挙げて賛成はできないけれどもそのまあいわゆる個人が勉強頑張れば頑張るほどあなたはその例えば、まあ、これまでで言えばいい大学に入りいい会社に入りで、まあ、例えばお金持ちになれて、えー、人よりも幸福な、えー、人生が送れるよみたいな、えー、そういった 前提の中で競争性を持ち込んでいくことで、みんながじゃあ頑張るじゃあ頑張るって言って個人をモチベートさせてきたと。で、まあそれをこう軸にして社会は発展してきたと。で、まあ多分これ自体がその原理として変わるということはもしかしたらないかもしれないですし、今現在も非常にこういった旧来的な価値観でそのいわゆる成功っていうものの定義をあのまあ経済的なものに置くっていうことは。 未だに日本にもあるし、まあ、世界にもたくさんあるわけなんですよね。でただなんか私が思うのは本当にこのやり方の,あの費用対効果が高いのかっていうことで、まあ、ROI って書いてますけどリターンオブインベストメントですけどその投資対効果があの本当に高いのがこの仕組みなんだろうかっていうふうに、えー、とちょっと思ったんです。はい、でちょっと一個 ディズニーピクサーさんからお借りしてきたんですけどモンンスターズインクっってご覧になたたりしたことありますか、はい、結構これもうしょ初代ができたの相当前らしくてちょっと驚愕したんですけどあのまあちょっとまだ見てない方にはちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんでどうしようかなうんとまあでもいいかちょっと3分ぐらいじゃちょっと。 音声の人は聞いてもらって、ももららっあと耳してもらえればと思うんですけどあのこれ何かっていうとこのモンスターズインクっていうあの会社で働いてるモンスターたちがいるんですけど、えー、とその人間界にですねドアで入っていって人間界にいる子どもたちをですねうーっ,つってうわーって驚かせてその驚き悲鳴でエネルギーを抽出してこのモンスターズモンスターの世界はそのエネルギーでもってこう循環しているっていう世界なんです。で あのまあそんなようなところで繰り広げられるんですけど、まあ、最終的にはあの子供をですねめちゃくちゃ笑わせるとギャッハッハッハってこう笑わせるともうその恐怖のキャーとかよりも何倍ものエネルギー効率があるんであるっていうことが証明されてもうモンスターたちは最終的にはその子供をめっちゃ喜ばせるっていうのをどうしたらいいかっていうふうに変わると。で わっは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 っ,はっ,はってなって。そしたらもうエネルギーバン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 出来上がるんで、こう。モンスターズインクはめっちゃ反映しました。みたいな。まあそんなストーリーです。<laughs> ちょっとこの端折り方に非常にあの違和感がある方もいらっしゃるかもしれないんで <laughs>、あのご指摘いただければと思いますが、まあ、私はそういう風に見ました。で、そこで言いたかったことって何かっていう話があるんですけど、その？ なんかこれまでの教育っていうのはてかそもそも社会全体自体がその人の恐怖心や嫉妬心をその燃料にすると費用対効果は最も高いって言われてたんだろうなって思いましてでだからそのこうしなかったら取り残されるとか私だってあの人みたいになりたいとかそのいい大学に行かないと積むとかで、まあ、だから頑張るみたいな。 そういうこうあの我々はあ,のある種の呪縛みたいなものにとらわれてたんだなとかって思ってで、まあ、モンスター・ズインクの話から引っ張ってくるとすればやっぱりこう人間自体はこれまでその主体性とかモチベーションっていう人間に眠る力をなんかというふうに思うんですよねで多分皆さんもここにいらっしゃってるのは主体的にいらっしゃってるんだと思うんですけど、まあ、多分その受動的に 勉強していいいたよりもずっととあるる種こう、えー、生産的に学びが進んでいるんんででじゃないかなか思うんですけどやっぱりこう主体性やモチベーションをドライバーにする教育っていうのがもし生まれれば、まあ、それは膨大な利益っていうのを社会全体にもたらすことができるのではっていう仮説がちょっとボーンともたげてしまってそれやりたいなっていうふうに思ったというところなんです。でじゃあ どうやったらその主体性やモチベーションをそのドライバーにする教育っていうのが生まれるんだろうって思ったときにですねあのこれは TED トークっていうのがあってご覧になったことある方いらっしゃるかもですけど TED トークの中で多分トップ3に入るぐらい再生回数が多いあの動画でサイモン・シネックっていう方があのえっと何だっけなタイトル「人があ次にあるかなあないわ」 <laughs> 人が魅了されるるるののは何によるものかみたいななそんんタイトルでで話をしてくるんですねでここに書いてあるこう落書きみたいなものがあってこれを「ゴールデンサークル」っていうふうに呼んでらっしゃるんですけどこのサイモン・シネックさんの「ゴールデンサークル」に何が書いてあるかっていうと真ん中に「y っていうものがあってその次に「how」っていうものがあってその次に「what」っていうものがあると。で、えー、っと人はこの真ん中から、えー、っと突き動かされるんであるっていうふうに彼は提唱しました。 でめっっっちゃいいなって思ったんですけどあのただ企業のマーケティング活動はこれまで全く真逆のアプローチでやってきましたっていうふうに彼は言っていて、まあ、例えばなんですけど、まあ、今でもあると思うんですけど WAT この製品はその、えっと、何万画素でとか例えばこの製品はこんなふうに使うことができてみたいな機能でその人の購買意欲をこう、えー、そそると。 で、まあ、それも有効ではあるんですよね。で、まあ、それ、もはや、もう、なんか、どの会社が作っても同じような。製品になってしまうぞみたいになったときに、まあ、コモディティ化っていますけど。そのコモディティ化してきたときに、何が生まれたかというと、マーケティングっていう考え方が生まれて。まあ、それがハウですよね。あの、いかに、その世の中的に、その市場に対して、どうアプローチするかとか、どのように語られるかっていうことで。 そののの商品ががが売売れれれるかかないいいい成功されていくとうう、まあ、ここハウルマーケティングっていうところで,す、ね、でなんかまあ2020年代になりそのパーパスみたいなワードが聞かれるようになったりミッション経営とかそういう話が出てきましたけどあのそういったそのなぜその企業がそのものづくりをしているのかとかなぜこの製品があるのかっていうその Y の理念のところに共感をして。 そののブランドの商品を買うみたいなことが最近結構できてきてるのかなというふうに思いましてこのどん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 時代を経ていくに従って人間はどんどん本質に近づいていってこの Y っていうのが大事になっているっていうふうに言われてきていますで。でまあちょっと脱線しちゃいましたけどなんか僕はあのこれはすごく教育にも言えることだなっていうふうに思ってましてまあそれでこの「インスパイア e っていう話にとうとう入っていくんですけど。 このプロダクトもその人の Y っていうものに対してあの注目をしているプロダクトになっています。で、まあ、ちょっと戻るとその Y っていうのがなぜなのかっていう動機がしっかりしていればさっきみたいにその主体性やモチベーションをドライバーにして学ぶことができるんじゃないかっていうこの仮説を立証できると思ったんですね。まあ、なのであのまあちょっとそれをこう実験してみようということで生まれたのがまあこのインスパイハイというプロダクトです。はい なのでこうあの自分の Y を見つけるためにですね、まあ、こういろんな大人からですねインスピレーションを得て、まあ、同世代と,ちょっと考えを交換し合っていこうというような、まあ、そういうプロダクトを作りまして今学校に提供していますで、まあ、もうちょっとその概念的なお話を少しするとあの、まあ、教育のこれまでとこれからみたいな話で僕らがやっていきたいのはこの一番右側にある図なんですけど。 あのこれまではさっき言ったとおりまあ画一的なキャリア像でまあ学歴年収偏差値みたいなキーワードでまあ教育がなされてきたとで最近はなんかそれだとどうやら社会では通用しないぞみたいな話になりその学校と社会を接続してまあどん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 その世界に出ようグローバルリーダーになろう起業家教育しようみたいな感じのこともそれこそ中高でももう今バンバンアントレプレーナーシップ教育とか言われていたりします。ただまあこれ ここういったこの真ん中のプログラムですごいものもたくさんあって私も見させていただいてこう驚愕というかすごいなと思うものもたくさんあるんですけどなんかその一つ疑念なのはその成功というものの定義を非常にこう一個にしちゃってるなというふうには思っていていやなんかこの,まあこのイラストは自分で持ってきてますけどそのオレンジのパーカー着て前に座ってまあ僕もちょっと今そういう図式になっちゃってるかもですけどまあその前に座れるって 座ってしゃべるみたいなだのところにこの青い人たちいののがいるわけですよねでこの人たちはじゃあ一体何なんだよっていう話になった時にあのまあ学び合っているんだったらいいんですけどなんかそこにヒエラルキーが階層がもしできてしまっているんだとしたらグローバルリーダーにじゃあ世界人口全員がなれるわけじゃないだとするとなんかそれってどうなのみたいなことを思うわけなんですね。 でまあ、そうするとなんかもっとこう一人一人が充実して納得しているっていう状態を作るっていうことの方が成功なんじゃないかっていうふうに思いまして、まあ、それをこうプロモートできるような促進できるような教育プログラムを作ろうということで、まあ、キーワードを「ウェルビング多様性包摂性」みたいなことにして、えー、と作ってきております。で、まあ、なのでこの「インスパハイ」というスタートアップなんですけど、まあ、あの我々のビジョンはですね 一一人一人のウェルビーングと世界平和の実現という非常に大きなビジョンを思い描いておりましてえとまあこのためにですね我々のミッションは世界中の10代をインスパイアしようじゃないかとでインスパイアするっていうのはその人を動機づけするっていうことだと私たちは思っていてさっきみたいに動機づけされた人のこう人生っていうのは本当に非常にこうまあ幸福にもなるしその社会に対しても非常にこう恩恵を届けられるんじゃないかというふうに思っております。 はい、であの我々の学びの目的みたいなところでですねあのちょっと後で動画も見ていただければと思うんですけど、えっとまあ、私たちがこう何を目指しているかというと一人一人のウェルビングって言ってるんであのそれは一体何かとというところをちょっとブレイクダウンしてますあのウェルビングにはいろんな定義があるんですけどあのいろんな研究者の方もいらっしゃるんで,でただ我々があの思っているあの定義っていうのはあのこういったものでして。 あの3つのがつがりが高次元にに達成できてていいる状態という,ふうに定義しています。で、それはあの自己とのつながりっていうものと、えー、他者とのつながりというものと社会とのつながりっていう、まあ、この3つのつながりをですね非常に高い次元で、えー、つながれている人っていうのがウェルビーイングに近づけるんじゃないかというふうに思っていると。多分自分自だけ 自己理解みたいなものが非常に強くなりすぎてても多分そんなにウェルビーイングな状態ってなくて、まあ、この3つがあのどれも欠けることなく高い次元にあるといいんだろうなって思っております。と、はいまあ、いうところに、まあ、ようやくようやく入ってきても残り10分ぐらいであの最後走っていくんですけどあの世界とつながる体験を誰でも教室からできるようにするっていうのが我々インスパ i ハイのこのプロダクトになっています。 であの本当に面白い人たちがたくさん出てきてくれて答ええのなないいいいううみんでで考えていこうというプログラムです、はい、例えばあのマサイ族の長老とです、ね、ケニアの,その村とつないでアイデンティティって何だろうということを一緒に考えるとかあのタイのゲイのドラッグクイーンの方とあの、まあ、もちろん LGBTQ っていう話をしながらも、まあ、そもそも人と違うってあの怖いことなのかみたいなことを話したりとかですね。 あの国連の職員の方々と平和ってどんなものっていうのを考えるとかこういういろんな大人との出会いっていうものをインターネットの力使ってさっき格差っていうのが冒頭ありましたけどあのまあ経済的な要因とか地理的な要因問わず全国中の学校に届けきるぞというのが今の我々です。でああ一個一個のさっきサムネイルがありましたけどまあこれをどういうふうに授業としてデザインしているかで言いますとですね まあ授業って皆さんもそうだと思うんですけど中高ってだいい四45分か50分なんですよね。でなので動画としては40分強ぐらいのものにしてあって、まあ、それをですねあの自分の端末だったり先生がこう投影して、えー、とまずはそのガイドの面白い話聞いてでそれをインスピレーションに自分の考えを考えてアウトプットを端末上からしてもらって SNS に投稿するような感じですね。でその後フィードバックって言ってまさにあの全国中の10代が すでにその問いに対していっぱい出してるんでそれを匿名なんですけど見てコメントを送り合うまあインスタグラムにコメントを送るような感覚と同じなわけなんですけどでまあ,あのお互いに共感性を高め合ったりあの自己肯定感を高め合うような形でフィードバックし合ってで最後にリフレクションで今日の学びは何だったのかっていうことをしっかり言語化するっていう、まあ、このサイクルをちょっと作っています。ね 動画にしているのでぜひ見ていただければと思いますこれ再生するかなはい The world is changing because of your participation in this conversation インスパイアハイは世界中の創造力と10代をつなぐエドテックプログラム。国籍も仕事も世代も違うガイドたちがインスピレーションをお届けします。例えば、 意味よりも美しいの方が大事な場合がありますね、日の具には。Who you are is not defined by your gender, that's a part of who you are.We live in such a beautiful world, and it is so worth fighting for.The best thing that I can say and advise is go out there. 授業をインスパイアリングにする4つのステップ。ステップ 1: ガイドトーク。それはガイドの仕事や生き方に触れる時間。

アウトプットすることで思考力、判断力、表現力を養うことも。ステップ3、フィードバック、それは全国の同世代と意見を共有する時間。 Okay, so everybody's worked on their outputs, made their submissions. So from here, we start uh, what is called the feedback time. Do you have any advice? You just give me that advice and I will repeat, unmute yourself. Feedback is 今まであまり感じてこなかったその人との本当に感じ方の違いっていうのをものすごく実感して自分の意見に対して意見をもらえるっていうのはますごい嬉しいですこれについて考えてくれてるんだな考えてくれている人がいるっていうのはま嬉しいですねステップ4リフレクションそれはセッションを振り返る時間ここからはリフレクションの時間です。 自分の心に耳を澄ませてセッションを振り返ってみましょう5つの質問に答えることで自分の興味関心を蓄積これがインスパイアハイの4つのステップ繰り返しインスピレーションを得ることで自分らしい生き方を発見していきますではどんなシーンで あのちょっとこれもうちょっと長く続くんで一旦切らしていただきますけどなんかさっきみたいにあのプロセスをちょっとお伝えしましたけどガイドトークアウトプットフィードバックリフレクションっていう、まあ、このサイクルの中でイ、えー、インスパのの学びといいうのを作っていますで、まあ、ちょっとすいませんまた相変わらず見にくいかもしれませんがあの、まあ、それぞれのこのプロセスの中で、えーとまあ、どういう力を養ってもらいたいのかみたいなことを、えー、とこう図にしたサークルにして,してるのがこのものなんですけど。 あのまあ、例えば好奇,心あの好奇心とかクリエイティビティとか、えー、と共感性エンパシーとか、えー、知性とか想像力とか自己理解とか、まあ、そういったものがぐる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 こ,うこのいろんな大人の生き方を見ていくことで、えー、気づくことができて、まあ、本人のこう力がまあ増していったり、まあ、または「あこんな生き方できるのかじゃあちょっと頑張ってみるのも悪くねえな」みたいに、まあ、なんか思ってもらえるきっかけにあの我々のものがなれば。 あのそれはすごくそれこそさっきみたいなその主体性からえと人をこうモチベートしてえ社会に出ていってもらうっていうことができるんじゃないかなというふうに思って作っているプログラムになります。はい、でまあ実際にですねあの10代の人たちがなんかどんなふうに僕らのこのものを使って変化してくれてるのかみたいなのをまあいくつか持ってきているんですけど、まあ、例えば「あのニュースゼロでもコメンテーターされてますが辻麻子さんという。 ククリエイティィブディレクターの方の方セッションを見てあの、まあ、若い女性がアクティブに社会課題へ取り組んでいる姿っていうのを衝撃を受けて自分も何かしたいって思ったっていうことで、まあ、社会起業家になりたいということで今取り組んでくれている人もいらっしゃったり、えーまあ、そうですねもう本当にいろんなちょっとこれから続くんですけど、まあ、いろんな形で、まあ、高校生なのにあの大学生のサークルに参加して活動し始めてくださる人が出てきたりとか。 そうですね、これも非常に何て言うかこう社会課題に対する意欲や意識が高い人たちが新しい世代に多いなというのは我々も日々感じているところであのこういったものをお伝えした時に本当にみんながどんどん動き出してくれるっていうものを日々感じています。であのなんかこういったですねやっぱすごいね今の未来世代は若い人たちはみたいなことも思いますしあの一方であのインスパイア・ハイがですねあの あの不登校状態にある生徒さんがいらっしゃる学校で、えっと、その,あの不登校だった子が、まあ、インスパイ・ハイがある日だけあの学校に来られるようになったみたいなお話をいただくこともあってなんかこれがみんながみんなこうじゃあもう一気に社会に向けて動き出そうっていうガーンってこうモチベートするプログラムかっていえば、まあ、そうなればそれでもいいですけど今ちょっとこうどうにもうまくいかないとか友達ともうまくやっていけてないとかコンプレックスがあってうまく表現できないとか。 まあそういった人たちに対してもあのいろんなこうインスピレーションを届けることで、まあ、自分らしい生き方っていうのをあの手にしていってもらえたらなというふうにして作っているのがこれになってます。はい、で、まあ、ちょっと時間もあれなんで私のことは <laughs> さておきで <laughs> あのまああの後で、えー、もし質問などあれば是非お願いします。で最後にあのこれ本当にちょっと取ってつけたような感じでも本当に申し訳ないんですけどあのただ我々当然その。 教科書とか教育教材とかってなんかこうえ、うん、っと10代から受け入れられるそのユーザーインターフェースとかデザインとかを作りたいなって非常に思うんですよね。でなんかあんまりそういうのに納得した教科書とかを僕は目にしてこなかったのでちょっとその辺は頑張ろうよって言ってあの我々も非常にこのデザインっていうのは頑張ってきたので。 あのまあ、ちょっとプロダクトの概要をお話しながら最後にいきなりデザインのその枝葉の話にはなっちゃうんですけど、まあ、これをインスパ入ハイっていうものを作る時にデザインのところでどんなこ,ことを気にしながら作ってきたかみたいなのを最後にちょっとアペンディックス的にお話しできればと思います、はい、あのこれは我々のアートディレクターが作ってくれたあの3つのキーエッセンスっていうもので、まあ、大体彼はこうアートディレクションする時に。 あの3つのエッセンスを作るんですけどあのそ,それで出したそのキーワードっていうのが、まあ、インスパイ・ハイの場合はこの3つだろうということで、えーとまあ、バリアスダイバーシティみたいな多様さみたいなことと、まあ、人間性ヒューマニティみたいなものとあとリアリティみたいなリアルであるかみたいな。で、まあ、僕らがその作るそのクリエイティブに対して大体、まあ、この3つがきちんとあ,のあるよねみたいなことを大事にしたいっていうことを言って定義してくれました。 でまあ、それをもうちょっと具体化しようみたいな話であの、まあ、みんなのイメージをですねチームのイメージを共有するために、まあ、例えばそのバリアスとかダイバーシティみたいなその多様さみたいなことは、まあ、例えばこういうことだよとかで、まあ、色レイアウトに関するあの説明をしていたりだとかあとはまあそのヒューマニティ人間性みたいなところで、まあ、そのハンドライティングとかクラフトペインティングみたいな、まあ、そういうものを大事にしたあのクリエイティブの時に気にしていこうみたいなことを言ってくれたりとか。 あとはあの、まあ、リアルとかで、まあ、そのアートディレクターはヘビーメタルがめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、こういう,あのこうリアリティを感じる写真ですよねあのそういうものを持ち出してきて、まあ、その人間、まあ、人間臭い感じというか人の息,息遣いが感じられるような、えー、とクリエイティブをにしていこうということであの我々のユーザー体験っていうものを、まあ、こういったブランドガイドラインに従ってあのインターフェースを作ったりとかっていうことをしているっていうのがあります。はいまあ、ちょっと 取っててけけすすぎるる感はああんですけどあとこのロゴマークですねこれ「インスパイアサークル」っていうふうに呼んでいて3つあるんですけどあのこれはあのその人の,あの広がる可能性っていうものを象徴化しているっていうふうに言っていてあの、まあ、その生徒本人と来てくれるガイドと社会世界みたいな、まあ、そういう意味もあればその人自身の可能性がどんどん広がっていくみたいなそういう意味でこの3つの丸を手書きでちょいちょいって書いてあのグラフィック化してくれました。 あとは僕らの,あのキーフレーズは「ExpandYourHorizon」っていうやつでまあそのまあ自分の視野を広げていくみたいなこと自分の地平を広げようっていうワードなんですけどまあこれもあのキャッチコピーのマークっていうことで結構いろんなところで最後ウェブサイトの下に使っていたりとかあのそういうマークを作ってまあ自分たちのブランドを表現したりしております。はいまあ、なんか取っっっっっててつけけたたたたよううにに言ちちゃいいましたけどややぱり自分ののビジョョンンミッシとものを作き そのブランドに触れてくださる方がやっぱりこう共通の体験をできるだけできるようにチームがどんどん膨れ上がっていろんなメンバーができてくるんですけどその人たちが語るインスパイアハイと生徒や先生が触れる僕らのプロダクトに触れるその体験自体が常にこうやっぱり一気通貫した体験をデザインするっていうことは非常にこうチームの中でも意識をしてえっとこのプロダクトの体験を作っているというような。 あのところは非常に大事にしているという、そんなプロダクト会社であります。はい。ちょっともう、だいぶ喋り尽くしてしまったので。そろそろ、ちょっと皆様からの、あの質疑っていうのに、移らさせていただければというふうに思います。はい。はい、それでは一旦講義の方は終了となります。ありがとうございます。はい,あい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。 はいえー、先生の学びの歴史だったりあの教育現場の今の課題に触れていただきつつも先生の新しい教育の姿であったりアートディレクションのところまで隅々まで教えていただいてなんかこうデザインと教育がこれから何をしていけるかなと考えるきっかけをたくさんいただけたのではないかと思いました。ありがとうございます か先生に聞きたいこととかがありましたら、ぜひ挙手をお願いします。マイクを後ろのスタッフから回そうと思います。あではお願いします。お話ありがとうございました。したえっとすごい！全てに共,共感と学びとがあって、すごい情報量がたくさんあったなと思うんですけど、ちょっと1点質問させていただきたいのがなんか？私はすごい地方で育ってきて、ずっと。なんか主体的な進路選択っていうところに疑問を持ちながら。 まあ今社会人の2年目になったんですけどこの教育格差のその前になんか情報の格差がすごいあるなと思っていてこう東京に来るといろんな素敵な学校とかプロダクツとか世界を見るともっとたくさんある中でなかなか地方にそ,それがある情報が届かなかったりとかその検索ワードを知らないと検索ができないみたいなことだと思うんですけど。なんかこのインスパハイ,インスパイアハイを その学校の教室に届けるってなった時に私立の学校とかってすごい受け入れやすいと思うんですけどより地方の公立とかこう平等に届けていくために工夫されてることって何かあるんですかあ,あ,ありがとうございますめちゃくちゃ鋭いご質問ですねあのそうですね我々も非常にそういったところは課題意識にあったりあと我々の社員もですねまさにそういう課題意識を自らが持っていたからこそっていうことで入ってきてくれる人たちもいるんですけどえっ、ー、と。 実はそのインスパイハイって最初ですね 2C で始まっていまして個人向けのこうライブ配信サービスとして始めたんですねでそしたらなんか誰が集まってくるかっていうとそのなんか中高生でそのオードリー・タンってあの台湾のデジタル大臣さんがいらっしゃるんですけど中高生でオードリー・タンを知っているなんていう人たちはもうめちゃくちゃ既得なわけですよねそもそも。なんでこうあっそっか,でなんか知ってて面白いって思ってもらえる人にしか届かないとしたら。 あれこれはインスパイアではないなみたいなもう彼らはインスパイア度な状態というかインスパイアされてる状態で多分僕らいなくても海外大学とかボンボンパン出て行ったりとかってするなとかって思ってるとそれはそれですごい楽しい場が生まれてたんですけど何か違うって思って、まあ、それでコロナが来て学校がオンライン化したのでこれはもう学校教育に届けようとで。学校のの先生もこういうい出した時に あのあじゃあ任意であの受けたいという生徒いると思うんでって話になっちゃうんでいやダメですって言ってあのもう販売自体も,うそのもう授業で入れていただくっていうことを前提にするっていうのをまず大前提にしてます。なので、えーっとまあ、ちょっとあんまいいこと、まあ、いやいいことだと思ってるんですけど反強制的に、えー、っともうこれにもう知ってもらう,もうぶつけに行く置きに行くっていうことをするっていうことが我々のビジョン・ミッションに従うなら重要なことだっていうことで今やっています。 はい、でさらに今突っ込んでいただいてすごいなと思ったのはその私立公立みたいなところで言うと確かにやっぱ私学の方があの決済が早かったりとかあのもちろん経済的にも余裕があるということで入りやすいので、まあ、我々はあの、まあ、もちろん公立向けにどういう価格で設定するかとかあとはその教育委員会と結託をしてその市の予算をどう取ってくるかとかあのそういったところを今チャレンジしているんですけどやっぱりまだまだあのそこは 可能性はあって皆さんもある種課題感も,もうみんな共通化できてるんでいいんですけどあのそうですね非常にまだまだ難しいところではあるのでこれからの課題だなと思っているところではありますが1個やれてることで言うとこのプロダクトってあのさっき見ていただいたような感じであの再生ボタンを押せばあ,のまあ,ある種あれが全部一気通貫で,できちゃうんですよね。 一番ネックなことってお金,お金以上にその先生の負荷がかかるっていうこと自体が本当にまずいことなのでなのであのまずいというか先生の負荷がかかる以上導入が進まないのであのそれをもうできるだけゼロにするっていうところは結構我々が非常に頑張って取り組んでいるところであのそうすると公立の先生方もめちゃくちゃ忙しくてもあまあこれだったらあ,のある種楽チンにも授業を運営できるからいいかもっていうことで。 やっていただいたりしているっていうのはちょっと頑張ってるところです。ありがとうございます。ありがとうございます。他にどなたかいらっしゃいますか？えっと先ほどの質問とちょっと近いところになると思うんですけど、はい、あの例えばお話の中でなんか課題がまあ、2つ。私は出てきたなと思って、その教育格差地方と <laughs> 都心みたいなところと、はい、その現状の教育のあり方みたいな、はい、で、それってなんか？ 廃班とまでは言わなくてもすごくなんかその相性が悪いなと思って例えばなんかその総合型入試でもそのどこに行っただとかどんなことをしただとかそういうのってやっぱり親の文化資本だとかそういうのがないと難しいですしアメリカの大学とかでもね親がなんか1000万円ぐらいなんか留学に使ってくれてどうのこうのみたいなよくあると思うんですけどなんかそれがさっきの検索ワードが見つからないみたいな話とかとすごく近いなと思って。 なんかそこの相性を私は悪いかなってちょっと思ったんですけどそれについてどう思われているのかなっていうのと、はい、もしこれが同時に達成できない場合はなんかそこの優先順位とかプラ,イプライオリティみたいなところとかはどう考えていった方がいいのかなっていうのをいや鋭いな教えてい,いあの今あの,あの、まあ、ちょっとその課題間の共有という意味でお話するとやっぱりその 総合型選抜が増えることでその何を経験してきたかとかその何ができるかみたいなことが学力だけでいけるんだったら言ったらもう YouTube とかにもいくらでも素材はあるわけなので死ぬ気で勉強すれば巻き返せるっていうことがあったのですがその総合型選抜とかになっていっちゃうと例えば留学した人が強いとかそういうふうな話になっちゃうのでまあそ,のそれこそ格差 の是,あの是正に全くならなならいいいみたいな話があるっていうそのでそれに対してどうかっていうあのご質問だったと思うんですけどで、まあ、これめっちゃ悠々しきことだなとは思うんですが、まあ、我々の,そのプロダクトとしてはあのこれ自体がその学校教育の中でできればあの、まあ、それこそご自宅がそういったその経済環境にないとか地域的にもそういった出会いに恵まれていないっていう地域だったとしても学校の中で やばこんな生き方してるこういうラッパーの人がいるんだみたいなことをこう気付くみたいなで気づくことさえできればその検索ができるようになるので,でそうすればそれこそ奨学金を取りに行くとか自分で調べて何かを取り組んでいくっていうことはできるようになるだろうなと思うので、まあ、本質的にその、えー、と学力じゃないところもちゃんと見ていくっていう流れ自体は僕は総論 OK だと思っていてでそこに生まれてしまう格差っていうものをこういう デジタルデバイスの力を使ってどうやってそのまあ偶発的な出会いというかセレンディピティみたいなものをあの増幅させるかっていうところが結構このプロダクトにあるすごく重要な課題というか我々のソリューションとして届けたいところだなっていうのはすごい思っております。はい、ちょっともう,もうちょっと答えなりきってますすかか大丈夫で 今お話聞いて自分で問い考えてなのでな固まりきってもないのでこっちもぜひまたあの終わった後もお話しましょうありがとうございます、はい、ありがとうございますチャット欄の方もあのたくさんコメントだったり質問いただいておりますありがとうございます質問一つだけお時間大丈夫ですかあ私は全然あ,ありがとうございます、はいえっと、おそらくその、あの 先生の取り組みに対してかなとは思うんですけど能動的な子はどんどんいろんな学び吸収できそうですが最初そのアウトプットが苦手な子だったりフィードバックの意見を批判と感じちゃうような子に対してはどのようなふうに取り組みをしていくといいと思いますかという質問があります。あ,ありがととうございますフィードバックのところはです、ね、要は要匿名で 自分の,あのアウトプットに対して全国中からコメントがつくわけなんですよ。まあ、つかないものも中にはあるかもですけど、まあ、結構つくっていう仕組みになっててでここで起こる問題はあの、まあ、悪気があるフィードバックと悪気がなくても傷つく可能性があるフィードバックがあるっていう問題ででまあ特にもあの、まあ、厄介というかその難しいのはその悪気のないフィードバックですよね。そのものをまっっすぐ言う言う,言う,っていうこといこて いい時もあれば悪い時もあって性格にもよるのでストーンって行っちゃった時に相手がめちゃくちゃセンシティブなその敏感な方だった場合に傷ついちゃうっていうリスクがあるのであの我々は実はその毎日ですねあのスタッフがですね全国中で行われる授業のアウトプットを全部見てであの24時間後に反映されるってことにして事前に全てチェックしでじゃあこれをそのダメでしたってなっちゃうとそのフィードバックした人もその。 自分のフィードバックダメだだっっっったんてて思っちゃってじゃあまっすぐ意見を言うことって駄目なんだって思ったらそれはまずいだろうってことになるのであの、まあ、そのある種のこう回避の仕方として非表示っていう形にしていて、まあ、本人にはそ,のそれが非表示になっていることが気づかないであの相手はそれを受け取らないっていう形でもうそのコミュニケーション自体を回避させようっていうふうにあの一応対策としては取っています。 でまあ、あのそういうふうな形でできるだけ、えー、と問題は起こらないようにするっていうので、まあ、そういうのが起こっちゃってやっぱり大変なのでであの能動的な人たちがっていう話においてで言うとですねあの割とあの我々がやっていて先生も驚いているのはこうなんかクラスの中で「じゃあ発表してごらん」って言って手を挙げてくるいつもの23人みたいな人たちではない人たちが。 普段結構黙ってる子たちとかが非常にこう言葉豊かにものすごいこう自分のことを書いてくれたりとかしているっていう事態があったりとかしていてでそれはなんかあの必ずしもそのプレゼンテーション能力っていうものがそのまあ人間の表現力においてまあありゃいいかもしれないですけどない人も中にはいるのでまあそういう人の力をこう引き出すという意味ではテキストコミュニケーションで自己表現ができるっていう機会を届けるっていう意味で言うと。 逆にその能動性みたいなものをあの、はい、このガイドがここにいるガイドたちがあの引き出してくれてその人たちの言語表現というのをより豊かにもっと表現したいもっと表現したいって言って回を重ねるごとにどんどん文字数増えていくのでみんなあのそういうような形であの人を能動的にさせていくっていうことをあのできたらいいなって思っているっていうところでしょうか。はいはい ありがとうございました。質問感想ゲコまだ尽きないところではあるんですけども、ちょっとお時間の方がそろそろ迫ってきておりますので、はい、一旦閉めたいと思います。はい、ありがとうございました。えー、それではあっという間の時間ではありましたが、杉浦先生の講義プログラム「世界と教室をつなぐ学びのデザイン」を終了としたいと思います。先生本日は貴重なお話をあり,ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。